はい、どうも皆さんこんにちは、ダイです。今回はね、魔法アドオンを入れたので、ね、それを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず紹介していくのはこれ、この2個、ファイヤーかな、多分ファイヤーだね。天使の魔法陣になってる、ついてる。あ、マジ？あ、ほんとだ、ちゃんと魔法陣ついてる。で、まずファイヤー。そのまんまだった。はい、これがファイヤーです。で、実際に当ててみると、あ、避けるな、お前。止まれ。はい、こういう感じでね、相手をもうちょっと前に来て、はい、当てると、はい、まあこういう感じでね、燃やすことができます。で、次、これファイヤーの上、ファイヤーボール、おいしょ。え、やば。おお。これすごいな。ウィザーにもなる。ウィザーにもファイヤーボールすごいな。これ、あ、打ったら、なんか、結構な大爆発が起きますね。炎の。じゃあ次行きましょう。次は、ライトニングって書いてあるから、これサンダーかな。そうだね、サンダーいきます。あ、なんだこれ、ちょっと燃えんねん。はい、これサンダーです。え、雷跳ね返ってる。はい、これがサンダーですね。じゃあ次、これ多分サンダーの上かな、こっちは。いきます。あれ、鈍足マークついてるわ。あ、鈍足つけてサンダーなのかな、これは。感電みたいな感じかな、多分。そうかもね。せーの、おい。すごい。おお、なんで、なんでよ。もうちょっと近く行く。え、はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次は、アイススパイクって書いてある。え、氷かな。うそ、どの時。さっきのなんか噂が来たんだけど。ナイス。この雷は関係ないっすね、多分。やばいやばいやばい。これ氷の魔法ですね。待って、さっきの雷がめちゃくちゃ落ちてくるね。なんでだ。はい、まあこういう感じ。明らかに氷の魔法って感じがする。ちょうど雷。じゃあ次行きましょう。次は、なんだこれ。メテオシャワー。シャワーなの。多分上を見たら、あれ？あ、来た。はい、こういう感じの呪文ですね。魔法だわ。うん、魔法ですね。ちょっと、時間かかるんだよね、これ。あ、そうなんだ。そう。一発撃つのに、ちょっと。じゃあ、そこ撃つよ。7人抜けのとこ。はい。よいしょ。え、いっと。え、死んだもん、どんこきし。ちょっとラグいのかな。じゃあ、次はね、ホイールウィンドかな？風？それ風だね。風か。よいしょ。はい。おー。こういう感じで飛べますと。いいね、気がする、はい。はい。こうやってね、人をポーンって飛ばせることができる魔法ですね。絶対しない。水に行きたい。よし。じゃあ次の魔法行こう。次は、ブラックホール。ブラックホール。で、水溶性じゃん。よいしょ。あ、痛い痛い、めっちゃ水溶性。痛い。やばい。この魔法やばい。これやばいな。俺も吸い込まれたし。これ、術者も吸い込まれるのはちょっとやばい。やばいね。じゃあ次行こう。次は、ベノム。毒だね。はい。
いや、猛毒すぎん、猛毒すぎん、痛い痛い痛い。毒が、こう発射されます。痛い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 。結構連発できる。じゃあ次行こう。次は、テレポートだね、これ多分。え？テレポーテーション。はい。音が。まあ、エンダーマンだよね、要するに。エンダーマンの能力が手に入る。これどこまでいけんだろう。あの雲いけるかな。あれ？音がエンダーパールっていう話。ああ、遠すぎたらいけないわ。あ、そうなんだ。ああ、じゃあ次行こう。いや、次ラストだね。サンシャイン。サンシャイン。サンシャインだね、これ。じゃあ、実験台になってもらって。はい。せーの。はい。おお。あ、なんか太陽の光近すぎて死ぬみたいな。まあ、なんかあんま強くなさそうだな。結構痛い。ハート3、3、4個になったよ、残り。あ、マジ？じゃあもう一発いくか。はい。あ、すげえ。演出がすごいわ、これ。半分ぐらいでいこう、体力。はい、というわけでね。魔法アドオンでした。まあ、なぜか知らないけど、ずっと鈍化がついてるっていう。はい。まあ、なかなかなんかクオリティ高かったよね。うん。いや、まあ、普通になんか、この友達とね、戦ったりとかも、PVP もできるんでね。まあ、皆さんもね、入れてやってみてください。それではね、この動画がね、少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、グッバイ。